はい、どうも、 B レジェンド影谷です。皆さんね、もう飲んでいただきましたかね。ペコちゃん、 B レジェンドミルキーですね。飲んでいただいたんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、あのね、やっぱりペコちゃんを販売しだすようになってから女性のユーザーがすごい増えました。あのね、やっぱり今までのね、 B レジェンドお兄さんではなかなかこう買いにくかったのかなっていう気もするんですけれども、まあ、ペコちゃんだから買いやすいとかね、まあ、通販だからなんかどっちでもいいんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりね、ペコちゃんね、女性に人気でインスタとかね、非常によく上がってます。で、ペコちゃんに限らずなんですけど、まあ、女性の方からよくね、ご質問いただくのが、プロテイン飲んでなんかもうムキムキになりたくないんですよねみたいなコメントいただくんですよ。なんかね、気持ちはわかる、確かにね、気持ちはわかるんだけど、いやもうね、これも言いたい、もうプロテイン飲んでムキムキになれるもんならなってみなとね。まあ、プロテイン売っておきながら言うのもなんなんですけれども、プロテインだけじゃダメなんですよ。プロテインを飲んで筋トレやってしっかり休めて、それで筋肥大していくわけで、でね、まあ、プロテイン飲むだけでこんなマッチョになるとかムキムキになりたくないって言うけどね、もうね、女性のビルダーの方とかですね、まあ、ビキニの選手とかもそうですけど、筋量を増やすためにもうどれだけ頑張ってるか、どれだけ頑張ってるか、もう2回言いますよ、2回。だからね、やっぱりね、そのね、やっぱ分かるんですよ。プロテインっていまだにね、こう筋肉増強剤なんですかみたいなことも言われたりするしね、まあよく分かるんだ。プロテインって日本語に直すとタンパク質ですからね、タンパク質だから、あくまでも筋肉を構成する栄養素であって、別にこう筋肉増強するもんじゃないです。ただ筋肉の素材ではありますよ、ね、でも髪の毛とかお肌とか爪とかね、こう、まあ、骨もそうですけど、こういったものの素材になるわけだから、素材がなければ体はできないと。まあ粘土と一緒ですよね。粘土こうモリモリしていくのと一緒ですよね。だからタンパク質、まあプロテイン含めね、タンパク質取らないと筋肉がつかないわけですから。だから飲めばつくんじゃなくて、飲まないとつかない、そして運動もしていかないとつかないわけなんで、だから女性の方はね、ご安心ください。そしてね、じゃあプロテイン飲むと、まあ、何がいいかというと、もちろんその運動してる人はそうなんですけど、運動してない人でもね、ぜひ飲まれることをお勧めします。まあ、栄養素にはね、まあ、炭水化物と脂質と、そしてこのタンパク質があるわけ、まあ、三大栄養素って言われるやつがね、あるわけなんですが、で、例えば炭水化物を、まあ、最近はねカットするようなローカーブダイエットなんていうのがよく、まあ、流行ったりもしますけれども、結局、カロリーでいうとね、もう皆さんご存知の方も多いと思うんですが、タンパク質は 1g あたり 4kcal で、で炭水化物も 1g あたり 4kcal、 脂質は 1g あたり 9kcal なわけですよ。だからカロリーのロジックでいくと、脂質が非常にカロリーを大きくしていく影響が強くてですね、そしてね、タンパク質の場合は消化吸収するのに、熱産生、こうタンパク質を分解するのに大体ね、2割ぐらいはエネルギーとして使われるっていうふうに言われてるんですけれども、だから他の栄養素と比べてね、やっぱりこう非常に吸収するのにパワーがいるわけですよ、エネルギーいるわけですよ。だからそういった意味でもカロリー消費が促されるので、だから結構ね、よくあるでしょ、ご飯食べるとこう体が温かくなってくるってあるでしょ、あれがまさにそれなんですよ。エネルギーを消化吸収しようとする際に、体から熱が出ると、でそれでカロリー消費するっていうのがあるので、だからタンパク質というのはいろんな栄養素がある中でも効率がいいと。そして筋肉になってくれて、筋肉が増えると、当然筋肉の燃焼効果もありますしね、代謝も起こりますしね。だからよくね、マッチョの人のそばにいると熱いじゃないですか。何かというと、ファッションの熱さじゃなくて本当に熱量が高いんですよ。だからね、やっぱマッチョはね、体温高いんですよ。そういった意味でもね、女性なんかだったら筋肉つけることによって、まあ、冷え性の改善にもなったりしますしね。でタンパク質取ることで、まあ、筋肉はもちろんのこと、髪の毛とかお肌とかね、あと爪とかも、まあ、綺麗になったりしますよ。そして、まあ、運動してなかったとしても、そもそもタンパク質量が足りなければ体調も整ってきたりするので、本当にタンパク質ね、おすすめです。でただ お肉でガンガン食べようと思っても、まあ、こんなね、何百グラムもステーキ食べるの大変だとか、まあ、油も取っちゃうからね、脂質もかなり取ってしまうので、まあ、余計な脂質は取りたくないとかっていう人はですね、やっぱりプロテイン飲むっていうのは非常に優秀なのかなというふうに思います。なので、まあ、本当にね、運動される方はもちろんのことを、されない方にも、まあ、こういったね、タンパク質プロテインっていうものはおすすめですので、飲んでいただければいいんじゃないかなと思います。
で、最初にお伝えした通りですね、プロテイン飲むとムキムキになっちゃうんじゃねえのっていう人いるんですけれども、慣れませんからね。もうね、トレーニングしてる人にもうそれを言うとですね、もうね、なんかはぁみたいな、はぁみたいなね、大体そんなリアクションですよ。なぜかというと、もう彼らはもう非常に努力をしているけれども、少しずつしか筋肉がつかないということよく分かってるからですよね。だからしっかりねトレーニングしてもらうんですけれども、トレーニングしてない方でもね、プロテインビレジェンド飲まれるのがいいんじゃないかなと思いますので、おすすめします。でない、もうこういうね、ペコちゃんなんかも非常にもうジュースですよ、もう練乳ですよ、練乳、飲んでいただければいいんじゃないかなと思います。でね、よくね、ペコちゃん の感想を聞いてると、甘すぎるっていうのも あるんですよ。確かに甘さがね、美味しさなんで、だけどね、1食あたりスプーン4杯、すり切り4杯ぐらいでね、カロリーで言うと119キロカロリーなんですよ。でね、タンパク質が 21g、脂質が 1.8g、炭水化物が 4.7g なんですけれども、だけどね、やっぱりあれですよ、非常に優秀な食品ですよ。なので、ぜひですね、飲んでいただければいいんじゃないかなと思います。ぜひですね、皆さんお試しください。はい、ということで、今回はプロテイン飲むとムキムキになるのっていう、動画でした。はい、飲むだけではムキムキになれませんのでね、ぜひ筋トレをがっつりやってですね、しっかり寝てですね、しっかりプロテインも飲んでね、体でかくしていただければと思います。ということで、また皆さんお会いしましょう。さよなら。